ここまでの話をしてて本当に俺が思うんやけど、うん、俺がすごいことは一個もないよ、うん、開けてて好きにしてって言ってるだけなの。なんかやっぱし話聞いててすごいなと思ったのが、その言ったらまあとりあえず話を聞こうっつって、うんうんって話を聞いたり、なんかそのなんだろう、さっきのあのいやコソコソすんなよみたいな、そのなんだろう哲学みたいなのがあるのかなと自分で思ったんですけど、いや別になんかそこまでないなんかそうなんですか。いやなんか基本的に相手のことは全部そのまま受け取ろうと思ってて、こういうのなんかその人もヤクザの人も、うん、いやなんかありがたいですけど自分がいるとポニーいると邪魔なんでとかって言うけど、それ勝手に頭で考えてるだけやんか、うんうんうん、いやためそうですねってならん。じゃあ分かった、まあエアポジってそうかもしれないけど、うん、聞かんと分からんから聞いてみようみたいな、だからそういうのはすぐ出てくる。だって分かんないじゃ ん、 なんか頭の中で考えてることって悪いことばっかり具体的になってるけど、ね、実際そんな最悪なことになることってあんまりない気がして、ね、そうもうちょっと面白くなるんじゃないの。最初嫌だって言ってたけど、うん、まあ渋々一緒に暮らすようになったら結構面白いことあったよみたいな。ね、でそれもなんかこう時々笑い話として聞きながら、うん、やっていくとなんかみんな成長してる感じになってくるみたいなね。うん、まあそこまで深く考えてやってないけど日常。いやすげえな。でもそのなんだろうな、そうやってやってみなきゃわからないっていうそのスタンスみたいなのは結構昔からそうなんですか。やってみなきゃわかんねえじゃんみたいな。そうね、まあ、俺の生い立ちの話すると俺の親父がヤクザだったんだよね。あ、そうなんですか。そうそう、で俺の親父がヤクザ で、はい、で結構俺に暴力的な人だったの、はあ、だ結構なハードな暴力、はいね、虐待みたいなことされてたの俺。全然想像つかないでしょ、はい、そうで、なんかいろんな支援者みたいな人たちもほら分かりやすく親父ヤクザだったし、うんうん、でしかも生活費とかもそんなに入れてくれる人じゃなかったから、うんうん、でしかもその暴力に耐えかねて母ちゃんよく逃げてたの、うん、俺を連れて、うんうん、シャーって逃げて、うんうん、で逃げてるもんだから経済的にもすげえ困窮してる時期も山ほどあって、はい、うんうん、で俺自身も生活保護で生活してた時期も結構長いことあって、うんうん、でその時とかそのいろんな支援者みたいな人がこう来るわけじゃんね、うん、はい、でなんか困ったことあったら私にいいなみたいなとかって言ってきたけど、うんうん、なんかいや別にいいしみたいな感じだったんで、うんうん、でなんかむしろそれどころかなんかちょっとイラッときてたところがあるというか。あ、そうなんですか。そうそう、なんかみんなかわいそうにみたいな感じで来るから、うるせえバカ野郎とか、あそう、なんかねその感覚はすごく強くて、へえ、うちにいたら問答無用で殴られるでしょ、うん、で黙っててなんかいい子にしよう、なんか悪いことしたらもちろん殴られるし、うん、なんかいいことしてても殴られるし、うん、あ、もう俺の意思は関係ないと、うんうんうん、そこですげえ思うわけよね、はい、でうちでそうだから、じゃあ外ではそうならないように外で行き場所を作ろうと思って、うん、外で舐められないようにしようかなと思って生きてたら、そのよくわからん大人の人からかわいそうにとか言われるわけよね、はい、もうなんかなんやねんみたいな気になってくるよねっていう幼少期は結構あって、でもなんかで大人になってくるとなんかなんやろ、今の生活がすごく贅沢に見えてくるというか、うん、昔飯が食えない時が多かったから、今飯は食えんじゃん、なんかいろいろ困ることはあっても、うん、で今俺を殴ってくるやついないじゃん、うん、なってきたら全然いいなっていう、うん、でもそれ以上のことはあんまり望んでないから、ちっちゃい時からね、うん、飯は食えて棒殴られなかったらあと全部なんか儲けもんみたいな気持ちはすごくあって、でその感覚でここにいていろんな人と会うでしょ、うん、でいろんな人がこういうことで悩んでてって言うんだけど、うん、飯食えるじゃんみたいな、うん、暴力は受けないわけでしょっつって、うん、あ、まあじゃあとりあえずそれは良かったねっつって、うん、でそこから先のことをいろいろ考えてったら、いやそこまで悩むことでもなくねみたいな話になってきたりとか、へっていう、そうそう、で向こうもその話してると、あ、まあよく考えたらまあそこまで悩まなくてもいいかもしれないみたいな気になってきて、うん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 、なんかそうやね、だから哲学かどうかは分かんないけど、うん、基本的に俺のものの考え方としてはもう飯が食えて暴力さえ受けなかったら、うん、あとは全部なんかおまけみたいなもん感覚はある、まあ、もちろん悩みとかもいっぱいあるけど、うん、でも立ち返るのはここだよね。まあ悩んでるけど飯は食えるし殴られないから別にいっかみたいな、なんかね、そうなんや、そう、そう思ったら世の中結構恵まれてるよねと思ってね、うんうんうん、
でもやっぱこう飯が食えないとか、まあ、暴力に怯えてるみたいな人が来るから、うん、まあまあじゃあそこでできることやろうかなみたいな、うん、そんな感じ。あ、そうか。じゃあ結構そんな感じってなんだろう、まあそういった方の気持ちが分かるっていうのが結構、うん、まあ分かるかどうか分からんけどそう、まあ俺がそうたまたまそう思うからやる、なんかできることやるだけみたいな感じで、うん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 、でやっぱその幼少の時にあんたかわいそうだねみたいな感じで来てた大人にだけはなりたくないなっていう感覚はすごく強いから、自分がね嫌だったからね。そうそう、うんうん、だからなんかほら、うん、誰か困ってる人の支援をしようとかってなったら資格取ったりとか、はい、なんかそういったところは始まるんだろうけど、うん、まあ、そういうのは全然いらんと、うん、で家開けてなんか月水金の普通のおじさんぐらいな感じでなんかそんぐらいでこっちから助けてあげるとかじゃなくって、うんうん、まあまあ開けてるから好きに来たらっつって、うん、できて勝手に悩み事喋り始めたら、まあそれは聞こうっていう、うん、そうそう、こっちからなんか困ってることないとかじゃなくてね、うんうんうん、そうそう、なんかそれでよくないみたいな感じそう、そうなんだ。そうなのよ、みんな大げさなんだよって思うよね、うん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 、なんか困ってる人たちがこんなにいるんだから、はい、支援の輪を作んなきゃとか、うん、いやそんな無理してやんなくていいんじゃないとか、ね、肩に力入れすぎるとか、ね、そうそうそう、普通に人付き合いしてったらそれでいいんじゃねえのとか、うんうん、そうそうっていう、そうだからもう大げさな感じも別にまあまあ熱意があってすごい活動してる人たちもいっぱい知ってるから、うんうん、まあ、それもすごいなと思うけど、多分俺は合わない、あ、そのスタンス、そうそうそう、スタイルというか、うんうん、そうそう、やっぱしその9年間ずっと続けてるっていうのは、うん、なんだろう、やっぱその多少のこうなんだろう手間とか面倒とかもあると思うんですけども、うん、やってるのはやっぱすごい意味があるなっていう、うん、なんかなんだろう、仕事としてこれやってるというよりはもうなんか仕事と、なんか仕事じゃないところの境があんまなくって、うん、うん、なんか今多分いつ死んでもまあまあ悪くなかったんじゃないのっていう感じだから、うん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 、うん、サラリーマンの時やりたくないことやりながら生きてるより、うん、なんか全然充実感はあるよね、うんうん、金にはならんけど昔の方が絶対稼いでたけどまあな、そうそう、さっきもそのねお金の話になったんですけども、今僕もその話聞いてたらここをまあ開いてるのと、うん、あと塾の先生 ね塾の先生と、うん、あともう一つその何ですか、家庭訪問みたいなことなさってる、うん、家庭訪問も別にお金1円ももらってないから、うん、家庭訪問ね、いやいやお金受け取ってくださいとかよく言われるけど、うん、どうしてもあげるっつうんだったらもらうけど、うん、なんか仕事として行ったらさ、なんか会いに行ってる子たちもなんか仕事として来てんのみたいになったらなんか嫌だ、あーなるほどねあ金もらってんだみたいな、そうそうそう、それってもうなんか違うと思ってて、なるほど、俺が何が言いたいかっていうと、いやいや別にそうじゃなくて俺が会いたいから来ただけなんだけど、うん、そういうみたいな、うん、なんか俺みんな言ってんだけど、いや友達ん家に来てる感じみたいな、うんうん、そう、なんかお前を外に出してやろうとかなんかそういうのじゃなくて、うん、で親に金積まれたからじゃあ仕事として来ましたとかじゃなくて、うんうんうん、単純になんかえ暇じゃねみたいな、暇だって俺もなんか友達おる方がいいから別に遊びに来てる感じなんだけどってどれだけ純粋な気持ちで言えるかが大事だと思ってて、なるほど、そうお金もらっちゃうとどうしてもねなんかお金くれた人の意に沿うように動かないみたいな、なるほどなるほどなるほど、いやそこじゃ俺がねいくらそんな気がないって言っても、まあ、その事実だけ知ったらね引きこもってる子たちはどう感じるかとかって考えたら、うんうんうん、そう別にこれを仕事にしようと思って始めたわけでもないし、たまたま話聞いてたらそうやって困ってるっつうから、ね、できることやるよっつって勝手にやってるだけだから、うん、そうそう、でも結構そう引きこもってていろんな人来るけど、その学校の先生も来るし、うん、その心の健康センターの職員さんとかみたいな人も来るし、だけど全員誰とも会わないけれども俺にだけ会うってこう結構世の中に、うんうん、この辺にいっぱいいて、うんうん、この辺富山県内かな、うんうん、いっぱいいて、でなんでやっぱり他の人はダメで俺は大丈夫なのって言ったら、いや仕事でしてるか、うん、あのそうじゃなくて来てるかの違いは大きいってみんな言うし、あそうなんだ、まあ、そりゃそうだよね、だってみんな仕事で来て目的があるわけだもん、うん、俺を外に出そうとしてる目的があるわけだもん、うんうん、で俺別に外出ようとかって一言も言わんし、うんうん、どっちでもいいんじゃねとか、はい、単純にお前と仲良くなりに来ただけだからさ、うんうんうん、
そういう人が来て拒む理由は向こうにはないわけよね、うん、外に出そうってして自分がこもりたいと思ってんだけど外出そうとするやつを拒む理由はあいつらにはあるわけよね。なんでこんな単純なことにみんな気づかないのかなって俺はその支援者って名乗ってる人に言いたいことはある。うーん、そうそう、いや会えないんですよねみたいな、うん、いや会うわけないやんけ、うんうんうん、俺でも嫌やわと、うんうんうん、っていう話を最近よくいろんなとこで、そう、支援者の人たちの研修会で喋ったりとか。ああ、そうそうそう、なるほどな。そうそう、だから実績重ねるとそういう機会も増えてくるから、うん、それが仕事になることはよくある。あ、そうなんです。あ、つまり今結構その講演とかで、そうそう、いやでも今はそうやってね、いろいろやるって、もうその最近実績が積まれてきたから講演とかも話もあると、そうそう、結構そこで、まあ、お金が主になって、うん、生活の糧に、そう、あ、当たるとでかいからね。あ、逆にそれまではこうどうされてたんですか。いや、塾の先生のやつで。あ、塾の方でね。あ、そっかそっかそっか。それでやってたんだけど、最近すっげえ厳しくって、なんで厳しいかっていうと、ここに住む人が増えてきたから、はい、あの水道光熱費が跳ね上がって、あ、ここのお金がね、そう、でそうなってくると身銭を切っていくしかなくなるから、うん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 、ピンチやって、おう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 、でピンチやったから、でもそれも正直に言うの、フェイスブックとかで、うんうん、ピンチ、ね、助けてみたいな人がこんなに来るからさみたいな、結構助けてくれるしてね、はい、あ、そうなんだ。そうそう、だからもうね、もう堂々と焼くのが一番いいよと思って、うーん、でなんで困ってるのかって説明もちゃんとやって、うんうん、そう、今3人住んでてね、うん、しかもそれもさ、すみませんかって集めたわけじゃなくてさ、うん、みたいな、そもそも人のまま人が住むなんてもう想定しなくてねっつって、うん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 、でこの3人住んでる人もねって、誰か拾ってくれる人がいたらこんなこと困ってないんだけど、誰も拾ってくれなくて困ってんだっつって、うんうんうん、だからやり直す場所としてさ欲しいじゃんっつって、で、そうで、こういう若者とか、まあ、ホームレスのおっさんとかが困ってるから誰か助けてくんないっつって、口座、はい、口座こちらですって言ったら、うん、結構集まるから、よっしゃ助かったみたいな、すごいな。でも結構やっぱそうやって見てくれてたり支援する人が、まあそれもやっぱ、うん、実績があるから、そうそう、ね、なんかみんなだから俺ちょいちょい Facebook とかでさ活動報告みたいな、こんな人がいてね、うんうん、こうなってんなみたいなやつ発信するんだけど、でみんななんかそれ見ながら、あ、そうな、大変だねとかと思う気持ちと同時に、なんか時々コメントとかでもね、なんかそんなやつの役回りばっかりさせちゃって、なんか心苦しく思ってますみたいな人とかも結構いてね、はい、そういう人が喜んでお金出してくれるね。ああ、これで助かるならみたいな。へえー。